えー、ではですね、えー、ちょっと三十秒ほど早いですけれども、えー、まあ皆さんお揃いのようですので、えー、実際の、えー、解説講義ですね、始めていきましょうか。で、えっ、ー、とこれからですね、えっ、ー、とだいたいまあ五十分程度で、えー、私の方からは、えー、実務基礎科目について、えー、担当しますので、よろしくお願いします。えっ、ー、とまずですね、あのおそらくあのここでまあ解説講義聞かれているということは。 えーまあ、皆さん、ですねあの、まあ、実際に受けられたかと思いますので、えー、まずはですねあの受験お疲れ様でしたあとは、えー、と今日これからあの、まあ、実際に民事系、刑事系、えー、それぞれ解説を行っていきますけれどもあの時間がですねだいたい50分程度予定していますので今節、まあ、丁寧に、まあ、問題文読んでここがあでこうでとかです、ね、あとまあ知識の補充とか あのそこまでやる時間は、まあ、当然ありませんので、まあ、一度、えー、皆さん解かれているということを前提として、えー、実際この問題の特徴とか、えーまあ、これはほとんど受験生できるとかあるいは難しいとかですねあのそういったあの評価の部分について、えー、話を進めていこうかと思います、えー、じちら早速ですね、えー、まず順番通り、えー、民事系の方からいきましょうか。 で、えー、この民事系ですけれども、えー、まず、設問の1番ですね、まあ、もうこれはあのもう見ての通りと言いますか、えー、もう設問の1番からですね、設、えー、問の4まで、えー、まず訴訟物を聞いて、でそれについてのですねあの正規の趣旨、まあ、要件事実、えー、そういったものを書かせるという問題になっています。毎毎年毎年ですねあの民事実務の この設問一番については、まあ、このタイプの問題になってますよね。あとはまあこのタイプの問題の特徴としましてはあの準備すればです、ね、あのほとんどの受験生書けるんですよ。要はあの訴訟物が何かとかあと要件事実何かっていうのはあのもう決まった答えがあるわけじゃないですか。例えばえ今回のです、ね、この訴訟物。 えこれについてもです、ね、えー、もうはっきりとあの答え決まってまして、要は、X と Y の間であのまあ建物のリフォームというのここに書いてありますけれども、請負い契約結んで、えー、そこで,です、ね、あの報酬請求しますよということを言っているわけです。まあ、従いまして、の X の規模を実現するためのえ訴訟物としましては、まあ、当然ですね、請負い契約に基づく報酬請求権。 まあこれも必ず書くということになりますし、あとまあ唯一、ですねあの今回の、まあ今年のこの問題の特徴としましては、えー、とこの下から2行目のところですか、まあ、ちょっと一応塗っておきましょうか。まあ、通常は、ですね遅延、まあ、損害金というところについては、まあ、触れないのが多いですけども、えー、今回はですね、あの 支払いが遅れたことの損害金すべてというふうなことを言ってますので、まあ、そうするとです、ね、あのまあ、約束通りお金を払ってない、要は遅延したと、もうはっきりここに支払い遅れたって書いてますので、であれば、えー、債務不履行に基づく遅延損害金ということになるわけです。あということで、まあ、厳密に書くんだったら、請、え、求、ー、契約に基づく報酬請求権が1個。 それと、債務不履行に基づく遅延損害金請求権、これが1個ですね。えー、ということで、この説問の1番、括弧一番、これはもう明らかに答えがあります。あとは、この訴訟物とか、この説問1番関係で気をつけるところは、まあ、あの今言った通りですね、あの受験者はみんなできる、まあ、受験あの準備さえすればっていうのと、あとは、あの答えの幅が狭いんですよ。 要は、あの普通はです、ねまあ、それこそ憲法でも民法でもですねあのまあ何でもそうですけどもあの例えば、判例の規範書くとかあるいは何か当てはめするとかですね、まあ、何でもいいんですけどもあのそれこそ判例の規範とかあの一軸ですね、あの判例通り書かなくてもあの試験官が読んであこの人は判例の規範使ってるねっていうのが分かればそれで丸がつくわけですよ当たり前ですけども。でただし えこの訴訟物というのは、あのもう要は、丸か×かというところで、幅がないんですよね、もうもう、本当にあの正確か不正解かしかないんです。なので、まあ、例えばですねあの、なんか今回の問題で、えー、なんか、まあ、本来であればですよ、えー、なんか債務不履行に基づく遅延損害金の,の請求権というふうなことになるんですけども、まあ、例えばなんか、えー、なんでしょうね。 よくある間違いとしては、遅延損害金としての金いくらいくらとかですね、まあ、そんな書いたらもう明らかに間違いですし、あの部分手もつかないですし、まあ、そこはあの十分注意をしてください。で、えー、と同じことがですね、この括弧2番の、この請求の趣旨についても言えます。まあ、請求の趣旨はもう皆さんご存じの通り、あり、求める判決文ですね、あの求める主文、結論。 えー、この括弧となりますけども、えー、これも、えー、もう、X の希望を満たすためのっていう、えー、そういうことですので、えーまあ、当然、答えとしましては、えー、被告は原告に対し、金300万、あと、これ、遅延損害金の請求権もありますんで、えー、ここですね、28日に、まあ、5月の28日にあの引き渡しをして、で、 支払い求めてるわけですよねで特にあの支払い日を遅らせるような特約とかもありませんので、まあ、通常通りといいますかこの引き渡し日これがですね相手方のこの代金報酬債権の支払い日ということになるわけですからというわけでこの支払い求めてでその翌日から支援損害金が発生するということになります。 えー、ということで、えー、金300万およびこれに対する5月、まあ、令和4年5月24、えー、29日から支払い済みまで。で、今、えー、民法改正されてまして、えー、年5部じゃなくなりましたんで、えー、年3部ですね、年3部の割合による金を支払えということになります。まあ、ここまではですねあの、もう絶対に生還しないといけないところですね。 まあちょっとチェックつけておきましょうかあの正直この辺でミスると痛いです、まあ、大体の人はあのここであの正解してきますんで、うん、で受験生によってちょくちょくこう差がつきやすくなるというか、えー、正答率が下がりやすくなるところが、えー、この正規を理由づける事実ですね、えー、この辺で あのいわゆる、えー、過剰記載といいますか、えー、そこをやらかす人が、えー、徐々に徐々に増えてきます、まあ、なのでこのあたりも全部含めて、まあ、事前準備に足りますのであの現場で考えるってところはです、ね、そんなにないです、えー、ということで、えー、これ見ていきますと、えー、今回原告側がです、ねまあ、今請求の,の趣旨過去2番で確認しましたけれども、えー、それを理由づける事実従いまして 本件事実からいわゆる要件事実と呼ばれるものをです、ね、引っ張ってくるということになります。でそうするとです、ね、この請負代金、これを請求するためには、どのような要件事実を満たせばよいのか、プラス、遅延損害金ですね、今回これも請求ということになりますので、じゃあそれについての請求するための要件事実は何なのかということを踏まえた上で、 えー、それに当ては、ままるる具体的なな事実を引っ張ることになりますじゃあちょっとこの辺、少しあの口頭で、えー、説明するには少し文章長いんで、えー、実際の答案ですね、見ておきましょうか。あの一応、書き方といいますか、頭の使い方としましては、えー、まず、答案構成のレベルのときにです、ねあの、細かい事実は書かずに、まあ、答案交際用紙とか、まあ、問題文の片隅とか余白のところにですね、 えまずざっくりと、えー、当然、この請負契約がまず成立をしていることで、あとはえ実際これ、完成と対価、まあ、完成と報酬の引き渡しというのがですねあの対価関係に立つわけですから、えー、当然ですね、まあ、これも完成も必要だろうと、あとはえ引き渡しをしておかないと、ですね、えー、今回のまあこの建物リフォームについては、えー、当然、報酬とか遅延損害金とか、まあ、これ、請求できなくなっちゃいますんで、 したがって当然引き渡しも必要であろうというところを、えー、まずちゃんとこうんでしょうね、まあ、原理原則というか、えー、まずそれは大まかな枠組みをまず考えてあとは、えー、その枠組みに従って、えー、ここに書いてある具体的な事実ですね、えー、そこを引っ張るとあのそういう2段階でやった方がミスがないんです、まあ、最初から細かいところをやろうとするとですねあの取りこぼしがあったりとかしますんで であとはあの、受験生であの結構これ誤解されている方が多いのが、えー、とここですね、えーと、ちょっともう、答案のところ、塗っておきますけれども、えーと、解説冊子の方のこのレジュメの、えー、6ページですか、今、画面に映してますけれども、えー、このローマ数字4の令和4年5月28日が経過したですね。 あのこれ、顕著な事実なんで、えーまあ、当然、裁判所は明らかなんで、えー、考えなくてもいいでしょって考える人が意外と多いんですよ。でただ、それっていうのは、顕著な事実っていうのは、あくまでもあの、証明しなくていいですよ、もう書きっぱなしでいいよって話であってあの、書かなくてもいいって意味じゃないんですよ、あの証明があれないってだけです。なので、あの当然ですねあの、事実については、えー、ちゃんと全部、 あの市長署名に盛り込まないと、あの当然裁判官を考慮しませんので、まあ、さすがにここまで実は実務ではですよ、あの5月28、日経過したのかねとかですねあの、そんなアホなことを聞いてくる人いませんけども、まああの、基本的なものの考え方としては、えー、顕著な事実でも書くっていう、えー、それが答案上のルールですので、まあ、逆にこれを書かないと減点されますから、えー、そこは注意をしてください。 あとはですね、次が、え括弧4番になりますけれども、あとはこの括弧三3と弧四は4はいつもワンセットの質問ですよね。もう私、最初のであで話をしましたけれども、当然、請求契約、元になるものがないと、ですね当然、報酬請求権もじゃあ全くせんので、そこは絶対書かないといけないと。あとは、当然、報酬請求権が具現化するというのは、 仕事の完成なわけですから。まあ、もちろん、抽象的にはあの報酬請求権で、まあ、あの存在してますけどね。ただし、えー、仕事の完成、えー、これがですね、あの必要になりますので。あとは、えーと、今回のこの問題で、まあ、キーワードとしてですね、えー、書いてほしいところは、えー、ここですね。あ,のあくまでも同時行の関係に立つので、 まあちょっと今これも口頭でお伝えはしましたけれども、あくまでは同時離婚ですので、えー、したがってここはえ仕事の完成が必要だというところです。であとは、ですねあの目的物の引き渡し、えー、これがないと同時離婚の行弁、えー、これを奪うことができませんし、あとはですねあの離婚地帯、えー、そのためにも、えー、離婚期限の経過。 ということで、まる三まる四は必ず書かなければならないということになります。まあここまではですね、あの基本事項ですので、まあ特にまあ今回、まあ今回に限らずか、あのまあ例年ですけども、節目市場の訴訟物の問題ですね、要件事実の問題。えー、ここはまあ口述でもあのほぼ毎年聞かれますんで、まあ必ずですね、えー、正解するべきところです。あのここを落とすっていうのは相当やばいです。 で他方で、設、えー、問2はですね今回若干ひね,ひねってあるというか何でしょうねあの書きにくいというかあのちょっとこれ迷った人いると思うんですよ、えー、この設問2のところはですねなので設問2で多少ミスってもあ,の、まあ、あるいはもうそもそも書けなかったとしても、まあ、大体みんな同じようなものなので、まあ、プラマイゼロぐらいで。 えー、そんなななに差がつかかいいのかなという印象はありま,すまあ一応どんな問題だったかだけ、えー、確認しておきますとえー、と説問2のところで、えー、いわゆる被告側ですね、えー、Y の方からの、えー、相談内容が、まあ、当然相手方代理人の方に、えー、なされてまして、えー、それ前提としまして今度は相手方被告側の、えー、代理人として、えー、何を書くのかと。 で今回聞かれているのは、えー、公弁ですね。で、こ、え、う、ー、として、えー、機能するための、えー、事実が一体何になるのかというところを聞いて,くるあ聞いてきているわけです。まず、質問の括弧一1ですけれどもで。今回ですねあの Y の相談内容の small a 確認しますとあの残り300万についてはもう払わなくていいと言われたというところが記載されているわけですよねえー、ここですで、えー、さらにそれに先立って、えー、ここですね要はどういう経緯で、えー、この 残り300万支払わなくていいと言ったのか、まあ、それがここにリード文が書いてあって、えー、残債金300万支払い免除しましたと、えー、それが次の,やり次のようなやり取りですということで、つらつら書いてあって、で最終的にこれこれこういうふうな経緯で300万の免除を受けましたということが書かれているわけです。えー、従いまして、えー、ここで主張しなければならないものは、えー、300万については免除されたんだと。まあ、要は 確かに300万は発生したんだけども、代金として。だけども、自己的にそれが免除されました。というわけで、これは、えー、消滅を表す、えー、公弁ですよね。権利消滅です。ということで、えー、書かなければならないこととして、ま,あ、まず大枠、枠組みとしましては、えー、この債務免除の意思表示がなされたというところになります。でなるとですね、これ、いのところで、 もうこれれ書いててくれちゃってるんですよ誰が誰にいつっていうところで、えー、ちょうどもう特定までされてるんですよね。で特定された上でえで、ー、300万の支払い免除の意思表示あの正直これですねあのどの,あの基本証と言いますかそれこそ何でもいいんですよあの30個でもお隠しマニュアルでも何でもいいんですけどもどれ見てもあの債務免除の要件事実っていうのは あの債務免除するまでの維持用事ですね。だけですよね。で、さらに、あとはそれを特定ならしめる事実で、えー、年月日,日付で特定しますよというのでもいいんですよ。ということで、あに入る事実が一体何なのかっていうところで、えー、迷った人、めちゃめちゃ多いと思います。で、ただ今回はですね、あのーまあ、これ、まあ、実際私もこれ、解、あ、答、のー、速報を作っているときに、えー、立ち会って、あのいろいろまあアイディア出したりもしたんですけども、 あの今回は一部請求になってるわけですよね。要は、えー、金額としては、えー、1000万ですと。で、一応、この X のまあ相談内容としましては、700万は払ってくれたんで、えー、残り300万請求しますというところなんで、まあ、要は、えー、この300万の支払い免除っていうのがあれば、えー、これでもう請求棄却なんじゃないのっていうですね。 だから「あ」に書くのは一体何なのってところでなんか何書いても過剰記載過剰主張になりそうだっていうところになっちゃうんですよ、まあ、実際ですねこれ問題の聞き方もおかしいんですよね答弁として機能するためにはなんで正直「い」のところを言うだけで答弁として十分機能するじゃないですかこれがあってこれが立証できればそれとも相手の請求潰せますんでで答弁成功しましたね楽しみになりますんでなので あの正直、これ、問題があんまりよくないんですよね。で、結局、あのまあ、だいぶ悩んだ末にと言いますか、あの結局、今回は一部請求になっているわけですよ。であの、当選ですね、原告の方であで主張されてる事実については、わざわざ被告が重ね出動しなくてもえ、そこは別に構わないわけですよね。もうあの出ちゃってるんであの裁判所に ですが、えー、今回出ている事実は何なのかというとあの、1000万のうち300万請求しますよってだけなんですよ。要は、700万の支払いを受けましたということは、一言も出てないんですよね。えー、とちょっともう一回、えー、答案の 6,、えー、6ページ、ちょっと確認しますけれどもあの、先ほど原告としてこちら側が主張したのは、えー、報酬1000万でしたと、これは契約の内容ですね。 で、完成させて、で、引き渡してと。で、これを要件事実として、請求の趣旨として、300万よこせ、なわけです。したがって、700万については、一体どうなってるのか裁判所に出てないんですよ。もしかしたら支払ったのかもしれないし、もしかしたら、えー、とりあえずこの被告側がお金がないんで、とりあえず300万だけ債務名義取っとこうかとかですね、なのかもしれないし、あるいはなんか700万免除したのかもしれないし。 当然裁判官に全く分からないわけです、そんなの。なので、えー、そこをです、ねえー、被告の方で出しとかないと、軽いんですよ。えー、300万の支払い免除されましたとだけ言って、そしたらその次の準備書面で、じゃあもう700万払えってことで、あの請求の拡張がなされてです、ねえー、それで請求されちゃうということも、まあ、あり得るわけです。なので、まあ、この機能って言葉が、まあ、すごい分かりにくいんですけども、まあ、なんでしょうね。 被告側にだって、一番最善弁護としてあの、完璧なことをやるんだったらどうしますかって意味に捉えるんだったら、あらかじめもう、あのところで、えー、700万についてはもう支払い済みですということで、あらかじめ潰しといて、そしたらもう請求の拡張しようが、ですねあのもうこっちは700万で潰しているわけなんで、えー、向こうも拡張しにくいということになるわけです。ということで、えー、あに入るものは、えー、700万ですね。 えこれをもう支払いましたという事実、えー、そこをですね、えー、書くっていうところがまあ一番妥当でしょうねというかこれしかないかと思います、まあ、したがって具体的には、えー、令和4年の5月の28日、えー、原告に対して、まあ、あとここは忘れないようにしてくださいねあのただ単に700万払ったっていうと、えー、それは全く意味がありませんのであくまでもこの弁済としてやりましたと。 あの金銭の支払いと、えー、それをですねなぜやったのかというところをひも付けておかないと、あのこれは済になりませんので、まあ、これも結構あの、忘れやすいというか、えー、要注意のところです。であとは、えー、次の括弧2のところですね、えー、説問2の括弧2。えー まあこれはスモール B のところにあの対応するところですけども、要は、350万ですね、反対債権持ってますと、損害賠償債権持ってますと。理由としては、外壁工事、これをですね、他の業者さんに頼んで、350万払ったんだから、それはもう貸し修法としてですね、本来やるべきところをこっちがやってると。だからその分、損害賠償でよこせ。 という主張ですでこれも、まあ、ちょっと迷った人いるかもしれませんけど、これは割とシンプルですね。えー、とポイントなる問題部のキーワードとしましてはここです350万の回収ですね。 あの350万まるまる払えって意味なんですよ。350万の回収ってことは。あの当たり前で三と、350万のうち、いくらかたみから回収したいわけじゃないわけですよね。350万の回収方法なんで。ってなりますと、えー、これ、一応まあ、頭に浮かぶもとしましては、総裁か、まあ、あるいは反訴かってことになりますけども、これ、総裁間違いですよねあの。総裁やっちゃいますと、えー、これ、相手方の請求金額がこれ、300万なんで、 えー、こっちが350出したとしましても、えー、これ対等格総裁して50万が宙に浮くじゃないですかあくまでも総裁の公弁なんでで公弁っていうのはこっちに金をよこせじゃなくて相手を潰すのが公弁ですからなので、えー、もし仮にこの局面で、えー、350万の反対債権ありますよっていう話をして相手が300万あるぞってことを立証できてで対等格総裁になりますよね で、一つは残りの50万どうなるかっていうと、50万は、えー、この裁判では扱われないと。だからもし回収したいんだったら、えー、またこれ裁判が終わった後に、えー、このまた Y の方が別訴で、えー、P を提訴して、まあ、それでですね、えー、50万よこせってことを言うわけです。二度手間ですね。であれば、えー、これは攻撃防御方法に関連しますんで、反、え、訴、ー、提起しときゃいいんですよ。あの、反訴提起すれば、えー 300, だって300があって、350があって、こういった50名については、えー、当然ですね、あの反訴原告、あの被告法のほうに払えという,うなあの判決が出ますんで、総裁だとあの処分厳主義がありますんであの、どう逆立ちしたって裁判官があの原告が被告法に50万払えみたいなです、ねあの、そんな判決書くわけないので。というわけで、これも反訴だけです。だからその意味であの 今回のこの答案で、あ、これですね、えっ、ー、と、7ページ、えっ、ー、と、証文確保についてったところ三3行目で、あの、総裁の答弁することができるっていう、ありますけども、まあ、理屈ではできますよ、もちろん。ただし、あの、総裁やって残り50万どうするのって話が出てきますんで、まあ、総裁書くんだったらですね、書くなら、えー、一応、反訴書いて、なお、 総裁の答弁も可能ではあるが、えー、この場合態度額総裁なので残る50万については、えー、回収することはできないと回収するために別訴提起は必要であるとかだから適さないとかいうことは一言書いた方がいいですまあただ現場でそんな文字数の余裕ないでしょうねあのただでさ予備試験の特に実務基礎の場合はあの文字数制限というか、まあ、事実上ですねあの時間の縛りと。 あと、答案要所の縛りであの、どんだけ字を小さく書いても限界,も限界がありますのでね、まあ、あんまり書かない方がいいです。はいえー、じゃあ、次にいきましょう。えー、とこの説問の3ですで。このパターンの問題もですね、えー、よく出ますねあの。準備書面書けってやつです。であの準備書面書くときはあの、必ずですね、 あの絶対これ注意しない、注意しないといけないんですけれども、ちょっとこれ、書きますね。あの必ずあの目的ちょっともう書きましたけれどもあの、獲得目標ですね。 あのこれ実際、我々あの弁護士がです、ね、実務とかであの書面書くときも絶対これってあのまず頭の中に一番あるんですよ要はこれ主張して何がしたいのっていうですねであの普通にあの本人訴訟でやってる人とあのちゃんと代理人がついてるっていうパターンで何が一番違うかというとやっぱりですねあの主張の論理構成というか証拠構造というか主張構造というかあの それがめちゃくちゃゃくなってるんですよ本人訴訟の場合って要は目的が何なのか分からずにあの被告がああ言った、こう言ったとかですねあれこんな証拠あるとかなんかこう,うぞうむぞうにぶわっと出してだから裁判官困るみたいなあの何が言いたいのってことで,であのそうじゃないわけです。なので当然、我々もですね、あの予備試験を受けて放送にっていうそういうことを試験官にアピールするわけですから必ず獲得目標を明らかにしなければならないと。 でえー、今回はまあ弁護士 P として X のために、えー、書面書くわけですよね。ってなると、X としては、えー、今ここで争うになっているものは1000万でこの本件工事の請負い契約が成立をしましたよということを言いたいわけです。であれば、えー、そこをですね、格闘目標をするわけですよね。で、えー、当然これ、求めない、まあ、ちょっとこれイメージ図ですけども、 求めたい結論があったとしたら、えー、それをですね基礎づけるような、えー、まあいろんなこううぞうむぞうの事実というか、まあ、間接事実といいますかまあいろいろあるわけですよね。でその中で何をどう書かないといけないかっていうとあの、まあ、ちょっとこれはあの収集した後のあの規案のところも気をつけてほしいんですけども必ず一番ですね 関連性きえすよくあのこういう書面形っていうのはですね「節問三番」みたいな問題はその当てはめ勝負っていうんで事実を多く拾った者が勝つみたいなんです、ね、言われたりしますけどもあれは、まあ、半半分分当たって半分間違ってて間違るんですよあの何でもかんでも拾うんじゃなくて、えー、一番強いものから拾っていってでそうするとまあ当然ですけどもあの時間との兼ね合いで。 ちょっととこここは書けないなっていうところ出てきますんで,で今回、一番強い事実というのは一体何なのかといいますと、えー、当然これ、見積り書ですよね。見積り書1。見積り書1が1000万になっていて、外壁工事が入っているわけですよね。他方で、見積り書二になると700万になっているんですけども、項目で外壁工事が抜けてるんですよね。で、えー、これを比較した上で、 今回 X は外壁工事までやってるんですよね。それが一番強いじゃないですか。だからまず X として絶対そこを書かないといけないんですよ。でそこで普通の人間だったら、えー、1000万の見積もりで外壁工事が含まれていて丸2で700万で外壁工事が含まれてないと。で実際には外壁工事やってますと。だったら見積もりを2つ用意されてで 被告と原告の方では外壁工事を含む1000万の方が採用されたんだねということになりますよね、普通だったら。これが合理的な解釈なわけですで。そうすると、あとはですね、Y が今のこのストーリーに対して反論してくるものがあれば、その反論に対して潰す、再反論しないといけないんですけども、それがですね、ここに書いてあるところですね、ちょっとこれ塗りますけども。 ここですえー、本件ミス折り2には外壁工事に関する部分の記載がないと、これ、きれいに認めてくれてるんですよね。これめちゃラッキーなんで、すよで認めてくれてるんだったら、えー、これ、有利ですよねじゃあ、なんで、えー、これ700万で外壁工事やってんのかっていう、この Y の言い分としては、ここです。ミス折り主の交付を受けた当時、X から外壁部分はサービスすると言われてましたと。 じゃあ普通はですね、いきなりですよ、1000万のものを700万にして、しかもこれ、外壁工事、項目から外れてるわけじゃないですか。そもそもが、なんでいきなり300万サービスするのっていうところで、意味わかんないわけですよね。何の理由もなく、300万おごりねっていう人は普通いないんですよ。でさらにあの、もしこれがサービスでいいよっていうんだったら、 わざとこの外壁工事で項目をなくさずに外壁工事ってところ項目を立てた上で700万って見積もりすぐ作りますよね。ということでこの人 Y が言ってることおかしいんですよ普通に考えれば、まあ、ですから、えー、どう考えてもこれ X の勝ち筋なんですよねだからそこのところをちゃんと根んと主張してでそうすればですね、えー、もう普通の裁判官だったらあの X の方がま、えー、っとうだという判断を下しますそこが一番強いところです で若干、ですねこのレックの参考答案がですね若干、気持ちずれてるんですよね。えっ、ー、と、三番のところで7ページですね、ちょっとこれもう全部塗っちゃいましょう、えー、ここなんですよ。 要は、Y がです、ね、あの運転資金300を得るためになんか1000万の見積もりを作,作ってもらったんだみたいなことを言っていると、でもそれがおかしいと、見積もりというのは2つあってしかるべきなんだみたいな、あのそこを根本と書いているんですけれども、そこじゃないのは分かりますよね。見積もりが2個あるのか1個あるのかもうどうでもいいじゃないですか、そんなの。見積もりって100個あるのが200個あるのがいいんですよ、どうだって。 っていうのがちゃんと論理的に説明できていればそれでいい話なんで、ちょっと若干これずれてるんですよね。まあ、だから、えー、ちゃんとあの目的、獲得目標、結論として何を言いたいのか、でそのために一番何が強い証拠になるのか、というわけで何を原告としてプッシュしないといけなくてで、それに対して何が被告として反論になるのかってところは、えー、ちゃんと論理で、えー、時間かけていいんで考えないといけないんです。まあ、逆に言うと、これ長々書くよりかはですね、ちょっとずれたことを。 短くてもいいんで、致命的なところをちゃんと拾って、1行でも2行でも書いとけば、全然点数上がります。私なんかも実際指を受けたときに、そんなに枚数書けなかったんですけどね、授業とかで結構言ってますけども、結構私、ですね答案構成長いんですよ。試験時間の半分ぐらい、答案構成しちゃうタイプ。 もちろん人それぞれいろいろあると思いますけども、なので、えー、実際、答案は本当に短いんですよ、ただそれでも、あの普通に受かってますし、まあ、あのそこそこでの成績もありますし、まあ、だから、あの何を書くかとか、多少吟味した方がいいと思います。特にあの成績伸び,伸び悩んでいる人はです、ね、あのちょっと試してみた方がいいです。ちょっと一回立ち止まって考えると。あとは、えー、と最後、説明を読むんですけれども、 まあもうこれはもう制御意義しかないんですよね。まあ、あとはあの執行の関係なんで、えー、ここはちょっとやっといてください。はいえー、じゃああとは、えー、刑事の方をちょっと見ておきましょうか。 でえー、と今回の刑事の方はですね、まあ民事と比べては、まあ、どううでしょう、ねまあ、どっこいどっこいというか、まあ、ほぼほぼ例年通りですかね、まあ、若干ですね、で説問4のあたりかなちょっとまあ少し書きにくいというかあの細かいあのところがありましたけどね条文引っ張らないといけないんでまあそれぐらいでしょうかね。 あとはもう例年通りなので、まあ、正直そんなにあの難しいところはないです特に説問1から説問3までは、えー、もうこれは必須ですね絶対書けないとあのちょっとやばいことになりますまあでも説問4番が一番なんか書きにくくてよかったですよねあの一番やばいパターンっていうのが、えー、それこそ説問の1番が書きにくくて、えー、そこでもう一生懸命時間使っちゃって 本当だただ書けたはずの質問に 3C が書けなくなっちゃうっていうですね時間不足で、まあ、それは一番やばいパターンなんで、まあ、その意味では多少親切な、えー、作りにはなっています、はいえー、じゃあ見ていきましょう、えー、と問題ですね、まあ、あの事実関係つらつら書いてあってあとまあ一応言っておきますとあの実務礎の刑事はまあ 事実関係めちゃめちゃ多いですよね。まあ、ということであのいきなり事実関係ざーっとこうんでしょうね無目的に読むんじゃなくてまあ細かいテクニックですけどもあの質問1とかですね説問2とかあの何聞かれてんのかってところから、えー、まず確認してでその上であのこれに関する事実、えー、そこをですね、えー、ピックアップするっていうふうにやっておいた方が、まあ、一番こう無駄な時間を過ごさずにいいかと思います。 まあ今回はもう皆さん解いてもらっている前提なんで、えー、それで話をしていきますけれども、えー、とまず、説、え、問、ー、の1で、えー、下線部 A ですね、えー、これは B 教術のまず信用性なんですけれどもで、説、え、問、ー、1と2、えー、これが分かれてまして、各1つ弧2で分かれてまして まずですね、説問の括弧1の方が、この被告事件に関係したものが A だというふうな B 供述、これがですね、信用性ありというふうに判断したその思考回路、そこを検討しなさいというものになっています。あとは、括弧2ですね、共謀共同正犯の成立。 これについても信用性が置けると、まあ、要は成立するんだというふうな思考回路これぞれそれぞれ書きなさいというところになっていますで、えー、とここでまず大事なところとしては供述の信用性に関する問題というのは、まあ、例年割とよく出てきますよねなので何があれば供述の信用性が担保されるのかというところはちゃんとこう規範というかルールというか えー、そこはあらかじめ頭の中に入れておかないといけないわけです、まああのー。当然ですけども、一番でかいものは客観的な事実との整合性ですよね。で客観的な事実を整合している、まあ、信頼できる他の事実、それとまあ一致していれば、えー、当然その供述も信用できるということになります。まあ、だから、G3 実務なんかでも一生懸命客観的な証拠をガンガン集めてくるわけです。例えば、防犯カメラで映ってるとかですね。で防犯カメラで映ってる日時と、 場所と全く同じ教を党の本人がしているだったらそれは本当じゃないですか。あのその供述信用できますよね。というところを一個一個詰めていくわけです。えー、従いまして、えー、今回の、えー、この問題においてはですね、えー、この B 供述、まあ、かっこ10ですけども、えー、ページ番号としては10ページ、括弧こ10、えー。ここをですね、えー、ひたすら 一文一文読んでいって、まあ、A が関与していることが真実であるということを客観的な証拠との整合性そこをまず見ていくわけです。であとはあの共犯者供述についての信用性判断でいろんな要素ってありますよね。あのそれこそまあいろんなテキストに書いてありますけども客観的事実の整合性とかあとは引き込みの危険性とか、まあ、人間関係とかですね。 まあ、いろんなものありますけども、まあ、これも、えー、先ほど言ったように論理的な強さってありますんで、まあ、まずは客観的な事実の整合性、えー、そこからいきますあの主観的になんか嘘をつく動機があったかどうかとかですね、えー、そこは特に加味しなくてもまず結構ですあのどんだけこの人がやばい人だったとしましてもあの他の信用できる事実と同じことを言ってるんだったらそれは信用できるわけですからで、まあ、例えばですけどねえっ、ー、と1行目から えー、3月1日の夜に A から電話で、えー、これこれこういうことを誘われてで、えー、お金に困ってたんで、えー、これ承諾しましたということを言っているわけですよね。でそ,んなそういうことを言ってますんでじゃあこれ本当なのかなっていうことを、えー、まず確認するわけです。でそうするとですね、えー、次のページの、えー、証拠11過去11 で過去11はですね、これは B の携帯の履歴ですけども、アプリがインストールされてまして、そこに A が登録されていて、で、まあ、実際ですね、3月1日の午後8時32分、着信があって、14分間喋ったと。ってなりますと、3月1日の夜に電話があがりました。要は、えっ、ー、と、ここですね。 えー、少なくともこの3月1日の夜に A から電話があったんだっていうそこは、えー、もう事実真実ですよねで当然通話内容についてあの別に録音されてるわけじゃないので、えー、そこについてははっきり分かりませんけどもまあ14分間喋ってるってことはまああのお金まあ犯罪なんでね まあそれぐらいのことはまあ10分4分ぐらい喋るんだろうなという睡眠が働くと。まあ、ここがちょっと若干弱いんですけども。まあ、少なくともこの電話というところは確実な事実です。あと次ですね。えー、2分目。まあ、これ結構一分一分,分一個一個見ていくことになります。で何回か A と共に私の車で V 型に近づきと。で、様子確認してどうたらこうたらというのがえこの。 次の第2文目ですよね。昼過ぎ頃に V 型に押し入ることにしたというところまで。じゃあ、えー、この1文について、えー、果たして、えー、何かこう客観的な裏付け証拠があるかというと、えー、これも存在してるわけですよ。えー、まずは1個目が、えー、証拠の丸五番ですね、えー。このワンボックスカー、えー、この使用者が、えー、B であると。 まあ、あの当然、これはです、ね、あのその前の,あの4番の、えー、証拠にです、ねあの、車両番号 A の8910って書いてありまして、まあ、それとの合わせ技で、えー、B が、えー、この自分の車で、えー、その現場に行ったんだということが、えー、証明されているわけですよね。さらには、えー、同じように、えー、15です、えー。防犯カメラ、これが一番強いですね。あの機械的な手法で 獲得された証拠っていうのはもう動かしがたい事実になりますんで、まあ実際の実務なんかでもこれがあるとまあもうしょうがねえかって話になったりします。まあどうでもいい話なんですけども、あの一昔前のですね防犯カメラって画質めちゃめちゃ荒かったんですよ。なのであのう教室長とかで、えー、これは確かに私ですとかですね、あのそんな風なあの説明がないとこれ誰かわかんないねって話になるんですけども、あの 今の防犯カメラ、すごいですよあの。本当にもうなんか写真みたいにですね、あの普通に写りますんで、もうこれ無理だねっていうことになって、まあ、結局もうあの、防犯カメラさえあれば、逃げられないってことになります。まあま、あ別に逃がすのがあの弁護士の仕事じゃないですけどね。まあということで、えー、この証拠のですね、えー、5、15、えー、それと、えー、捜査報告書など。 えー、ここにまあ加,味され加味してもです、ねえー、この2分目についてはまあこれは確かのことを言っているとでそういうことを一個一個ですねピックアップしていくわけですでそこで、えー、全部出揃ったところで以上の通り、えー、客観的な事実と整合性を保たれているので、えー、これについては信用ができるということになります、まあ、ちょっとあんまりやってると時間足りなくなりますんで、まあ、これぐらいにしまして で次が過去、えー、2です、えー。共謀共同正犯。あくまでも、えー、これ、成立をする思考過程ですから、えー、まずちゃんと頭の中で、あの要件を考えなきゃだめですよ。まずは客観的な通報があって、まあ、共謀があって、でそれに対する正犯意思、そこから一部のものの実行ですね、基づく実行。えー、この3つが揃ってて初めて まあしたがって、えー、その要件ごとに、えー、ちゃんと通報があります正反意志があります実行されましたとで当然実行されたところも明らかなので、A、B がやってますからあとは、えー、この共謀がなされたのか正反意志があるのかですけども、えー、この共謀の事実についても、えー、さっきの B の信用性のところにもう出てるわけですよねですからあとは A の正反意志があったか そこをですね、このカッコ2番では、えー、厚めに書くことになります。あのもう、共謀についてはカッコ1の方で出てますので、はいえー、あとはまあいいでしょうかね。で、えっ、ー、と、質問の2、んは、これはもうほぼほぼサービス問題かなというところです。多分だから1番で まあどんだけ慣れてるか、ちゃんと勉強できてるかってところで差がついて、2、3では大した差がつかずに、あとは4はちょっと皆さん書きにくいなっていうことで、まあ、書けたら書けなかったりってところなんで、まあ今年はまあ実質的には今言った1番のところで、まあ、ほぼほぼどんだけ丁寧に書けたかっていうところで、えー、勝負決まるでしょうね。一応まあ確認しておきますと、えー、セソモンに。 これは河川部 E についてのことですけども、ちょっとこれも、裁判所はですね検察官に対して、この共謀の立証について、証明予定事実の追加を求めたと。これがなんでって話なんですけども、これはもう一言しかないですよね。要は、弁護人とですね裁判所と検察官の打ち合わせで、 えー、争点がですね、えー、これ、凶暴の事実がありませんとで正直、あの検察官としても、あの実際の実行者が B だってことはもう固めてるわけですよね。要は、B が実行者で、A が共謀ああ共同正犯だと。というわけで、弁護人の方から、共、え、謀、ー、の事実がありませんってなると、もうこれでも A が無罪になる。 決まってるじゃないですか実行がないんで。であれば、この共謀の立証がですね、えー、今後の、まあ、最優先課題といいますか、えー、主たる争点であるなと。なんで、えー、この共謀についての証明予定事実の記載、えー、これをですね、えー、ちゃんと追加してくださいねっていうのは、ね、それは当たり前になります。まあ、だから理由としては、ですねあの争点が健在したからっていう、もうそれしかないんです。あと次の接見禁止ですね。 まあこれも当然じちゃ当然ですけども、あのもうこれ、証拠調べ終わったといいますか、あの証人尋問終わっちゃってますんで、後からですね、証人尋問終わった後に、えー、これなんか、責任禁止解除して、圧かけてで、その証人がですね圧かけられて、やっぱりあの証言間違いでしたとか言っても、そんな信用できるわけないじゃないですか。まあ、ということで、えー、もうこれは在所隠滅の危険性がなくなったからなわけです。 であと最後、ですね、えー、説問4番がちょっとテクニカルなところなんで、まあ、ちょっとめんどくさかったかと思いますけれども、えー、と今回、ですね説問4番では、えー、B が、えー、今回の事件が全部 A の言う通りやりましたとで、着てた作業着とかロープも全部これ A が用意したんですということを言っちゃってますよね。でこれってあの、一体何かって言いますと、 えー、ここなんですよ問題文のこっち,ちょっと今塗りますけれども、もともとのこれ、供述ではですね、B はあの A に言われたから、この作業着とか買いました、自分で買ったと、用意自分で用意したと。で、縛るためのロープも、えー、自分の家にあったものを使いましたって言ってるわけです。でそれが、えー、突然、これ、後判定になりますと、 えー、全然違うことを言う,言うわけですよね。ってなると、えー、当然、これ、弁護人としては何しないといけないかというと、断劾証拠をぶつけて、お前、嘘言ってるよねっていう話をしないといけないわけです。で従いまして、えー、この断劾証拠として、えーまあ、出さないといけないんですけども、で当然、これについてはですねあの、公判前整理手続き終わった後で、えー、証拠請求ということになりますんで、やむを得ない自由が必要なわけですよね。 316条の32って問題文に書いてますけども。で、従って、えー、それが何でか、何でやむを得ない自由が認められるのかっていうことですけども、まあ、当然、これはですねあの、弾劾証拠として、この承認尋問終わった後で、新たに、えー、判明してるんで、えー、当然もうこれはやむを得ないというふうにしか言いようがないですね。あとは、まあ、最後。 あの検察官の証拠意見であの同意じゃなくて異議なし、まあ、皆さんご存知の通り、あり、いわゆる証拠意見はですね、あの諸訟とかの意見については、まあ、同意か不同意かで、証拠物については異議ありとかですね、異議なしとか、えーまあ、そういうことになるわけですけれども、えー、当然、異議なしと言ってるんで、えーまあ、検察官としてはこれを証拠物としては使っているわけです。 でまあ、それは何でかというと、えー、これはも当然断劾証拠だからですね、すで、まあ、に伝文として使ってるわけじゃないんで、まあ、従いまして、えー、これは異議という話になります。まあ、ということで、えーまあ、ちょっとね、これ、説文4番、少し細かいですけども、まあ、あのもう出ちゃってますんで、過去問として。まあ、これ、あの次年度以降、もし受ける方がいればですよ、あの次年度以降、たくいせとかれあ聞かれたりとか、あとは口述で聞かれたりとか、要は 過去問で出ていることというのはいつ聞かれても,もう文句言えないんですよ、それが試験範囲ですというのが試験官が言っているということなんで、まあ、ですから、えー、ここはです、ねえー、十分、えー、復習はしておいた方がいいと思います。あとは、まあ、口述に向けて、まあ、出るかなというところは、えー、まあ民事系の方では当然、要件事実ですよね。えー、まあどういうことを主張しますかというところは訴訟物とか要件事実はまあ絶対に聞かれますので。 あとは刑事系としては今回出てませんけども、あの後半戦全整理手続きの細かいところとかも、あの口述とかで聞かれる危険もありますから、えー、そこは十分注意をしてください。はい、えー、じゃあですね、えー、予定している時間になりましたので、えー、私からは以上です。どうもお疲れ様でした。